じゅんこさん、こんばんは。みなくさん、あーこんばんは。音聞こえますか。あーこのらちんさん、こんばんは。いずみちさん、こんばんは。今、淡路島の、あ、ゆきさん、こんばんは。お気に入りのカフェにいます。あ、よかった、聞こえる。ありがとう。あ、よかった、ありがとう。あ、ハッピーエイトムーンさんや。ありがとう。ホーリースペースファイブさん、こんばんは。あ、そうな、ともちゃんさん。嬉しいな。私ちょっとですね、昨日からなんかやけに、あ、そうなんですよ、すごい淡路島で一番気に入っているカフェなんです。ここコーヒーがすごい美味しくて、あー、ハッピートマスありがとうございます。あー、ペーメアキ808さん、ありがとうございます。こんばんは。淡路にお客さん来たら必ずここにお連れしてますね。雰囲気が良くて。あ、いつみちさん、こんばんは。にこさん、こんばんは。なんか私昨日かな、昨日ぐらいかすごいなんか落ち込んでしまってて、あーむさん、こんにちは。あーむちゃん、素敵、すごい素敵なんですよ。これなんかできるかな。ね、こんな感じのお店で、あ、こんな雰囲気のいいお店なんで、ああ、ぜひ淡路島に来られたらご案内しますよ。アムちゃん、みんな友達だよな。なんか満月の浄化エネルギーすごいって書いてる人いたんですけど、それでかな、なんかすごい落ち込んでしまって、なんか泣いてばっかりいて。淡路島ぜひ来てください。美味しいお店ご案内しますよ。あー、ぜひぜひ、アムちゃんも。あ、ピコロさん、こんばんは。あ、ぜひツアー組んでください。ぬしまっていうあの場所も、そうなの、泣いてたんですよ。やけになんか久々に本体意識に浮上してからはあんまそういうことは、落ち込むこととかそんな悲しくなることってないんですけど、なかったんですけどね。あ、やっぱ泣いた、みんな泣いた。おー、来てください。なんか誰かがツアー組んでくれてもいいし、また組んでもいいし、はい、また機会があると思う。なんかやけに落ち込んで、でもなんか今日は、あ、アムさんが早速なんかインスタ配信したいなとインスピレーションは浮かんだけど、あー、ケメコッティさん、なんかこのエネルギーで配信できへんなみたいな、今日も気づきがあって泣きました。あー、やっぱそうなんだ、ケメコッティちゃん。なんかぜひ来てください。あの、緩む場所です、癒しの場所ですね。うん、いろんな意味で緩ませてくれますね。で、あの、落ち込んでるとか思って、まあそれはその、あの、悲しいは悲しいまま、あの、そのエネルギーのままいたんですけど、その中でいろんな気づくことがあって、あの、あ、ぜひツアー、あの、私やっぱり自分がね、あの、精神状態がしっかりして本体になってると、なんていうかな、そうなれない人の気持ちを忘れちゃうんですよね。うん、私これ何回も繰り返してるんです。自分が強くなって、それを抜けると、あ、また弱くなる人の気持ちを忘れてたなってドキドキ思い出すんですけど、今回もまた思い出して、あ、こんばんは。
そう、この悲しさは完全に肉体に埋没してる私やなと思って、あの昔の私を思い出したんですよね。でもこの肉体の時の悲しさがあるからこそ、あのちょっとインスタであのシェアしたんですけど、みつきちゃんとかの痛みが響く自分がいて、痛みを体験しないと私は分からないかったと思うんですよ、その響きをね。そう、肉体の私が泣いてんですよそれはまあいずれみんな本体になるとしたら、肉体の時にしか体験できない、宝石みたいなもんですよね。まさに真珠というか、痛みが作ってくれる輝きというか、宇宙存在はみんな本体みたいなもんなんで、この輝きを地球に来たら得られるのかもしれないなって今ちょっと思いました。そう、痛みがあってこそできる輝き、ダイヤモンドもそうですね。そう、肉体の時しか感じられないんですよ、この痛みがね。まあ宇宙戦争とかいろいろあるともいう話もあるけど、まあ私の感覚的にはそんな感じで、なんかだからこのコントラストっていうんですかね、本体の強さと肉体の弱い自分、その輝きの両方を得られるのが地球ってすごいなって今日また思いました。そう、楽しさの波動でも一緒に楽しめるし、痛みは痛みでまた共有できるものがあって、私だから自分が弱いから、そう、本体の強さと肉体はさ、両方こう行き来できる。そうなんですよ、コントラストが地球はやっぱ面白い。そう、私悪い癖で自分が元気だとつい、こうしたらもう抜けられるよみたいな感じで言っちゃう時が多くて共感できないですよカノンさんとかね、本当に共感すごいしてくれるし、なんだろう、そこは私にない才能なんですけどね。自分のことであった時初めて共感できるというかね。ああそうなんだ、大木静香さんもしーちゃんも、おお、またご縁が。そうなんですよ。で多分今思ったんですけど、私まあその今回の悲しさが浮上してくる前は私服がすごい着てて、具体的な出来事もあったんですけど、もしかしてその私の表層意識ここら辺としたら、これが深まっていくと痛みも悲しみも喜びもまたその奥の深いところが出てくるんだなと思って、だから嬉しいから悲しいからいいとか悪いじゃなくって、今まで私自分が惚れなかったレベルの深いところの気持ちとか意識が出てきた。ひとみさん、今日のあやさんのインスタ痛かった、なんで痛かったの、何書いたかも私その時思ったこと書いてるんで覚えてないこと多いんですよねなんで痛かったんだろう、私の痛みが伝わっちゃったか、そういうこともありますからね。あえぬけなぶさん、こんばんは。あ、やっぱり共感のすごい、ひとみさん共感力すごいな、テレパシーみたいなもんですね。そうなんですよ、まあ、ありがとう、いつみちさん、バーンってなんていうの、いきなりエネルギー上がるといきなり落ちるから、それが嫌だって言ってる友達とかもいて、なんか私はそんな風にあんま感じたことなかったけど、今日それかなと思って、いきなり幸せになりすぎた反動がエネルギー的に来たかなみたいな。そう、私服を感じて落ちたんですよ。なんかね、で私の顔ってね変わるらしいんですよね、その時々にめっちゃ
あエネルギー変わるんだと思うんですけど、要はさぬきじゃない顔してるなって自分で思います。弱い方の私、弱い私の顔が出てますね。いっぱい泣いたから。ああそうなんだ、アイコンさんありがとう。いつもそうなんですよね。これだからあのなんていうかな、幸せな状態が善で落ちてるのが悪って思うと、これまたさらに苦しくなるというか、自分が落ちてしんどいのは、あそうそう振り幅ですね、仕方ないけど落ち込んじゃいけないとか運が悪くなってるとかそういうのを思うとよりしんどくなるんで、うん、辛い時は辛い時で、それがまたその時にしか作れない光というか輝きを自分に蓄えてると思うと、なんていうかな、自分は嫌いにならないですっていうか、そう落ち込む時って落ち込むよな。そうそうそう、いずれ絶対上がるんですけどね。でも上がるまでやっぱしんどいし、なんとかしたくなるんですよ、私は3期なんで。それリカバーしようとつい私はしてしまって、でもリカバー不自然だと思ってるんで、リカバーしない努力を一生懸命するんですよね。リカバーできるんですよ、これはなんかいずれ役に立つとかね、いろんな考え方を入れたらできるけど、そのリカバーをせずにいかに感じるかを耐える。そう、あのなんか本当は落ちた時にそれでリカバーしてしまうと気分は上がるけど、その落ち込みで本当に自分が欲しかったものを得ずに終わるから、またあのそれを拾いに行くために多分落ち込みに闇に入っていくんですよね。だから落ち込む時はしっかり自分が欲しかったものを得て、そしたら勝手に上がってくる、そこまで行ってたらいいってこと。そう、あの感じて、感じることをそのまま感じて、感じてたらなんか自分の中で浮上してくる何か気づきがあるんですよ。これは落ちた時しか得られない気づきなんですよね。うん、インスピレーション来るんですよ。うん、浮上する瞬間にすごい大きいのがやってくる、大体。うん、すごくいい状態の時もインスピレーションは降り注ぐけど、落ちた時に浮上する時に出てくるでっかい気づきっていうのはまた素晴らしいものがありますね。うん、そうですね、感じきる、うん、まさに、うん、まあ気づきの波っていうか、まあ波みたいなもんですね。寄せては引いて返す波、意味がなく起こってくる。だから天体と一緒ですね。何か透明人間みたいで悲しかった。そうですよね、落ちる時って自分が誰からも必要とされてないとか、無意味な存在、無価値な存在に思えたりするんですよね。あーエリカさんもやっぱそうなんですよね。そうそう、落ちた時向き合うとあるんですよ、そこに宝が、宝石が眠ってるんですよ。うん、だからどっちかっていうとあれですね、ああ今ちょっと気づきがあったけど、あの嬉しい楽しい時に来るインスピレーションは天から来る感じやけど、落ち込んだ時に見つかる宝物、気づきって地球から掘り起こす感じ、自分の中から掘り起こす、自分の体験とかから掘り起こしてる感じ。あ、変なやつ。すいません。ありますね。まさに夕明けの前が一番暗い。これ一人だと思うかしんどいんですよね。みんな落ちてるんだ今って思うだけで結構気が楽になるっていうか。うん、一人じゃないってわかるだけで気が楽になりますよね。そうそう、天と地の、そう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 、インスピレーションの類が違うんかな。これは今日初めて気づきました。
そう、地球、なんか地球は私大好きなんですけど、岩永姫っていう神様が守ってるって言われてて、あの、まあ神話の中では醜い神様ってなってるけど、実は超美しいらしいんですよ。素敵でしょ。あの魂が美しすぎて見えなかったらしいんですよ。光り輝いてて、今綺麗でないと許せない自分がいることに気づいて、だから綺麗でない自分を許せてない。あ、全然 OK です。これを見たい人がいるんでしょう。そう、だからね、その岩永姫は、地球は全ての人の悩み苦しみを引き受けてくれてるらしいんですよね。私たちだけの肉体で引き受けると耐えられないぐらいのものがねあるんで、それを地球は引き受けてくれてるらしいです。そう、眩しすぎて見えなかったんですよ。あの、私たちは肉体と魂が別やけど、神様の世界はもう魂の姿そのものが肉体っていうか、まあ魂が肉体そのものの姿らしいんですよね。なので、魂が美しいってことはもう超絶美しい姿なんですよ。そこはイコールなんですよね。人間の世界はそうではないので、まあ私は動き、顔の動きとかにその中身の魂は現れてると思ってるんで、造作は造作やけど、同じ顔形でも中身が変われば全く違う人間に見えると思ってますね。あのシャールとフィールの話を考えてて思ったんですけど、シャールな人フィールな人とかあるじゃないですか。サヌキアワもそうですけど、この分類ね、あの分類って、人間、あの人はシャール、あの人はフィール、あの人はサヌキ、あの人はアワって分けると、これは間違っちゃうんですよ。あの今シャール、それからフィールになっていく。今アワだけどサヌキになって、アワサヌキは特に繰り返すんで、アワになってサヌキになって、アワになってサヌキになって、分量がどっち多いかあるけど固定じゃないんですよ。どっちの要素も増やしていく過程なんで、 A さんはシャールだよね、 B さんはフィールだよね、そういう話じゃないんですよ。だから今シャールだけどフィールになっていくみたいな、なんか一人の人間の軸、人生の中にどちらもあるんですよ。みんなあるんですよ。そう、そうなんですよ。だから分類して終わりでは違うと私は思うんです。分類って気づきなんで、何かこう分かる、気づきのためにある。気づいたら、結局はね、全員が素直になっていくための道を分かりやすくするための分類なんですよ。光も、そう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 、いいよみたいなもんですね。なんかこう個別の人間、この人シャール、この人フィールみたいな話じゃなくって、今シャール時期フィールになっていく、この人同じ人なんだけど時空の中で両方あるんですよ。私も子供の時完全な泡でして、泡がしんどすぎてさぬきを立てたんですよね。だから今みたいになってるけど、時々泡時代の自分が出てくるし、あの私は好きな人にはもう超絶泡になってしまうんですよ。通常モードかなりさぬきで仕事とか全部できるんですけど、好きな人にのみ泡になって全く自信のない自分が出てくるっていう。だから恋愛の時だけ反対ってあると思います、多分ね。ミックスジュースっていい言葉ですね。ミックスジュース、
そう、ミックスジュースなんですよ。だから自分がシャールだからヒール、まあ、これはまあ進化だからあれだけど、泡からさぬきになろうとか、なんかそこを頑張らなくていいんですよ。何かを目指さなくても。東京職場でしんどく感じちゃいけない、素直に出して。あ、そうそうそう、あ、これこういうのあるんだよな。辛いを見せちゃいけないと思うと、自分が頑張るでしょ。そしたらもしかしたら隣の人も辛いかもしれないんだけど、お互い出せないんですよ、思ってても。あ、そう、合わせなきゃ固定じゃないんですよ。これまたね、セクシャリティの面でめっちゃ今気づきが来てるんですけど、合わせ抜きの男性性と女性性の、まあそれはちょっと公開で行くとちょっと誤解を生む部分があるんで、あれはセッションだけにしようと思ってるんですけど、うん、固定じゃない、全部くるくるする、泡からさぬき、泡からさぬき、これで進化していく、螺旋ですね、螺旋の進化。恋愛さぬき、私は羨ましいね。恋愛さぬきが幸せになれそうって思うから。そう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 、だからね、普通の概念でいくとずっと恋愛あわ恋愛さぬきなんだけど、それが相手と一緒に恋愛の中でもあわさぬきをお互いになれたら一番いいんですけどね。男性は進化しますね。うん。螺旋上昇の、あ、まあこれ渦ですね。ボルテックスになるな。うん。そうです、そうです。同じとこ行ってるようで、行ったり戻ったりしてるように見えて、実は上に上がっていく。うん。あ、いいですね。バランスいい。なんかね、ありがとうございます。一人実際泣いてましたから泣いてたんで、うん、ああいいですね、甘えられるようになったら。甘えてもらうのも嬉しいと思うしな。ああ素晴らしい素晴らしい、恋愛でさぬきそうだ、旦那変わった、これ大事ですね。できたらまあ女子はそのケツ叩く感じじゃなくて、うん、なんかこう自信を持ってる状態で恋愛してるのが本当は望ましいんですよ。うん、自分に自信がないと変に落ち込んだりするんでね、意味がないのに落ち込んだりするんで、うん、嬉しいんだよね。そうそうそう、頼られると、うん、自分を満たした状態で頼り頼られできると幸せ。俺こいつ幸せにできてるなって。おお、さすが神旦那を持つアムさん素敵ですね、素敵ですね。あ、そうそうそう、私ね自分自信ないかったからな。どうしたらいいって言っても男性はないと。あ、ケメコッティさんもいい恋愛をしてるんだな。うん、そうです、ナイトになり神彼氏になったんですね、育てたんですね。あ、素晴らしい。男性もね、昨日ちょうどそのカメラマンのケニさん淡路島まで送ってくれて、まやちゃんともう二人引っ越してたんかのにしかも私ら明日出雲大社に行くんですけどめっちゃ時間ないの送ってくれて、その後また長々満月の中で喋ってて、男性ね、男性もないとなりたいんですよね。そう、神旦那なりたいんだけど、女性が、その機会を与えてくれないっていうのもあるっていう話をしてて、実際そうかなと思って、あ、いいよいいよ私自分でやるからとかもそうやし、まあキモいとか言って関わらないっていうのもあるし、なんかね、その
そう、あ、そう、まさに昨日ヒーロー願望の話したな。ヒーローとナイトね、両方ないとあかんなということなんですよ。あ、だからナイトが男性の中の泡性で、ヒーローはサヌキ性ですね。これかというで、ただのナイトでも女子はかっこいいとはなれないですよね。あっていうキラッてするとこないと好きになれないし、そう、ヒーローとナイト両方いるんですよ。ヒーローだけでもね、自分で勝手に盛り上がってる感じになっちゃうしね。女子、あ、だからヒーローになって、そのヒーローを、素敵って言って応援してくれるヒロインがいて、初めてずっとヒーローでいいでしょ。誰かの役に立って初めてヒーローじゃないですか。うん、だから両方あると最強、ヒーローで居続けられるっていうかね。大丈夫です、すいません。ここの店員さんすごいいい感じの人ばっかりなんですけど、ラストオーダーですうーん、そう、ヒーロー漫画、そう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 、足つくさん、そう、ちょっとお尻叩く芸になりますよね、女の人はね、奥さんになるとね。うん、なんかね、ケンジさんとマヤちゃん話を出してあれなんですけど、マヤちゃん言ってて、めっちゃ彼女すごいポワンってしたイメージでありつつ、超絶頭が良くてシチュー水面とか水位とか、めっちゃマニアックなスピーチャーの知識とか、ヌーソロジーっていうね、めっちゃ知ってるんですよ。動物占いもできるし、でミックスした占いできるんですけど、まあ、なんかそのタイプ別によく認識してて、例えばね、道でこけたりとかした時に、ケンジさんいたらね、痛いって言って助けてって言うけど、一人でこけたらパッて立ち上がってパッパッてあれして歩いていきますって言っててベルトとかもなんか結べるけど結べないみたいな感じで結んでもらってたりとかするんですよ。すごい素敵なんですよ、ラブラブでね。そう、ミックスジュースらない、すごい彼女面白いんですよ。漫画も書いてるしね、ブログで。 ありがとう、しずくさん。私はまえちゃんの頭の良さリスペクトしてるんですよね。あ、ゆかりさん、宇宙グループでありがとうございました。あ、ミレイさん、ミレイさんってね、私が半年前から受けてるあるコンサルの仲間なんですよ。私そのコンサル受けたおかげでもう超絶ギフトめっちゃ受け取って、それがこの間終わってね、東京タワーの日。あ、そう、ありがとう、もう、こっちこそありがとう。なんか若干今私は泣けそう、泣けてきたゆかりさん、ありがとう。うん、あ、どんなコンサルね、知ってるかな、知らんかな。まあグループコンサルです。で、まあ主要な目的は魂の願いに気づくというか、あ、ミレイさん忙しいの、ありがとうありがとう、嬉しい。うん、なんか上大輔さんって人 と、田村隼人さんっていう方が2人でしてるコンサルを半年間受けたんですけどね。うん、ありがとう、ゆかりさん。そうそうそう、なんか、その2人がね、心のフィルターがない状態で話をしてくれるんですよ。だから、いつもの暮らしだったら自分の中にあるいろんなこだわりとかフィルターがある状態でつい喋ってしまうのをそのまま引き出してくれるって感じかな。で、自分の本当の願いに気づくとそっちに動き出せるので、そんな感じですごい変化しましたね。
その間にカノンさんと生きの島に行った時、本体と肉体が出てきたんですよね。カノンさんがチャネリングして引き出してくれて、その変化も全部そのコンサートの半年の中にあったんで、すごいことでしたね、あれは。だからすごい感謝してます、その二人にね。仲間もできたんでね。私、そうそう、そういえば、その素直なフィルターのない状態で人と関われる私になりたいっていう願いがあったんですよ。それを受け入れた時は、そのお二人はそれができてるように見えたんで、もし私がそれができたら、私が関わるみんなとそうなれると思って受けに行ったな。そう、上大輔さんって人と田村隼人さんっていうお二人です。これね、 Facebook しか多分上さんやってないんで、そうそう、みんな変化率やばいんですよ、すごいことになってるんで。超絶軽くなりました。ありがとう、しずくさん、嬉しい。本当にね、そのコンサルとカノンさんのおかげなんですよ。私、人と関わるのがすごい苦手だったから、まさかこんな風に、ケンジさんとかとも、これ久喜石田さんってね、壱岐の島のおっちゃんなんですよ、タクシーの。めっちゃお世話になった、ありがとうございます。嬉しい、本当にね、本体になってからめっちゃ軽なったし、で、その子さんのおかげで私が見えてない深いとこをめっちゃ引き出す、これサイキックやなっていうレベルのすごいんですよ。見えてますねっていう感じ。カノンさんと会ったのはね、社会人まだ数年になった時点で、私の知り合いが紹介してくれたんですよ。その人は彼女の上司で、ゆりんちゃんともつながっているタクシーの運転手さん、そこからね、彼女とあやちゃん会うと思うからっていう風に紹介してくれて、それからの付き合いですね。よく東京に住んでた時は一緒にうち来てもらってお茶したりご飯作って食べたり、ずっと喋ったりとか、めっちゃ楽しかったですね。親友って言葉ほぼ使わないんですけどね、カノンさんには親友って結構使ってましたね。私本当にね、何でもない人間なんですけどね、ラッキーなことにすっごいいいご縁をいただいてますね。親友使えないよね、気軽に。抵抗あるもん。そう、私仲間とか友達とかいう言葉さえ結構無理でしたからね。でも、今日これを言いたかったんだ。ケンジさんとかね、まえちゃんとか、あと今日挙げたみつきちゃんもそうなんですけど、今そのピンクシンデレラのプロジェクト、神様コスプレとか、あとみつきちゃんの書いてた記事読んでびっくりしたんですけど、性に傷ついた女性がそれを癒せる、そういうのをしたいっていうビジョンで、彼女はそこに裸ではないけれど裸のようなその美しい多分衣装なんでしょうね、それを作りたいって願いがずっと新しいんです。それを写真に収めたいと、もう完全に私やりたいこと一致してるんですよ。でケンジさんもそういう系のやついいねって前も言ってて、私もランジェリー大好きでね、昔から、裸が一番美しいってどっかで思ってるし、なんか服着るの本当は嫌なんですよ。裸で行きたいってずっと思ってるんですけど、重さのない服とか好きやし、そうだから、それはね、時が来れば
ちゃんと集まってくるもんなんだってすごい思わせてもらえたんですよね。今回お互いに出会ってない時が同じビジョンを持ってる仲間がいるんだっていうかね、すごい感動したんですよ。で私あのこの活動はギャラクシーピンクテンブルって言って、銀河のピンク寺院っていうの言葉が浮かんで、それ浮かんだ3、4年前だと思うんですけど、そっからまたホームページね、友達に作ってもらったりとかして、架空のね宇宙に浮かんでるピンクの寺院を想定して、そこにはセクシャリティと笑いを求める人が集まってる、それは再集結のイメージで再会するイメージだったんですよ。そこで仲間がまさにそうなったなと思って、絶対今世だけじゃないんですよ全員相当過去世でそれやってるし、相当過去世で関わったよねって思うし、今世初めましてでもね、もう一人ケンジさんが紹介してくれた春菊さんっていうカメラマンの人もね、これまたすごい芸歴でね、ちょっと言っていいか分かんないかあれだけども、何サラブレッドやなみたいな、何の分野してもそうなんやみたいな、すごい人だったで、驚くぐらいシンクロしましたね、名前から何から。ラムちゃんも次仲間8人、ああいいね8人。そう今世だけじゃないから安心感が半端ないんですよ。私いつも人に嫌われるって思ってしまうんだけど、結構ねケンジさんとマヤちゃんはね、私がありえない遅刻した時とか、もうこれで終わりでしょみたいなもうこれで縁切られてもしゃあないなっていう時に、なんかね私の不安を払拭してくれたことが何回かあるんですよね。だから緩い仲間って最高です。緊張させ合うとかいらないって思う孫局、あぜひぜひちょっとね、いくつか神様とそのセクシーなやつと今プランがあるんで、その春菊さんは超絶すごいカメラ持ってて、月の写真撮影した写真あるじゃないですか、あれってカメラメーカーが作ったんじゃなくて、その時のためにその異次元ですよね、今まで体験したことのない熱と寒さと全てに応えられるカメラをゼロから作ったメーカーがある、ね、そのためにできたメーカー、そこのやつを持ってて、恐ろしい値段780万のカメラだからすごい高解像度、うん、なんかね金額が桁違うんですよ。1500万のカメラとかもケンジさん貸し出されて CM 撮りとかしてるらしくって、すげえ世界だなとか思いながら、まあでもこのご縁で一応そういうカメラで撮ってもらうことがもうできそうな、いろいろなプランを作ると思うんですけど、何普通で言うたらね、この一般の人そんなんで撮れることないんだけどこの面白いねっていう枠だから一緒にそんなことができるっていう、うん、なんか多分お金じゃないとこで魂の願いで集まってるんで、地球の常識超えてるんでね超時空神様コスプレの名前の通り、そうすごい綺麗ですよ。太陽とか夕焼け撮ってんの見しまったけど全然違う、うん、また淡路にみんなご縁あるんですよね。まあなんかちょっと東京でもできるタイミングがあったら会なんかイベント企画しようと思ってるんですけど、私ら全員神戸と淡路なんで、神戸って神の塔ですからね、女性がね本当に喜ぶことを最高の一枚撮りたいって言ってましたからね春菊さん、うん、うん、でその月のあれそう、そのメーカーのやつを使ってて、名前にね日月が入ってました。太陽と月、半端ないシンクロを感じましたね
まさかみたいな、えらいこっちゃでしたね。でも本当本体になるとね、そういうありえないシンクロがもうすごいことになってくるんで。あ、春菊さんね、実際結構イケメンでしたよ。うん、そう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 。まあ、またあ、インスタにもあげたわ。うん、あ、だからそうなの、ケンジさんはめっちゃ安心させてくれるその穏やかな男性性で、あの春菊さんは多分王子的な感じの方で、その2人で生と同な感じでタッグ組んで仕事をこれからしていくらしいんですけど、うん、その2人でやってもらえるんで、ちょっとさらにね面白いことになりそうだなと。あのピンクシンデレラは私の手作りのあれだけど、衣装をもっとグレードアップしたいなってことで、そこにちょうど美月ちゃん、まあ美月ちゃんの方が言ってくれたんですよ。私ちょうどあのちゃんと縫製できる人欲しいなって思ってた時に言ってくれたから、完全に集められてますね、ドリームチーム。そんな男性どこにいるんだって、なんで神旦那じゃん神旦那ですよね。まあなんか男性に、あ、もうでも言っちゃおう、私ギャラクシーピンクテンプルでねしたいことの一つに、女性がどういう風に接してくれたら嬉しいか、どういう風に、まあ私オイルトリートメントとかもありだと思うんですけど、どう触ってほしいかとか含めてね、そういうのを伝えられるサービスメニューしようと思ってるんです。スクールなのかまああれだけど、うん、どうやら私セクシャリティのやらないといけないこと結構あるらしく、めっちゃいろいろ集まっていくんですよ、情報も人も、うん、そう、あ、本当思ってた。なんかね知識じゃないんですよ、こうやってほしいっていうのをこっちがするのが早いなと思って、うん、そう、なんか今の若干そういう間具合とかはいろいろ、女の人が消耗品になっちゃうようなとこがあるんでね。でも女の人を大事にして初めて男の人が見れる領域があると思ってるので、女の人の感覚の世界を男の人が体感できる、やり方があるんですよね。うん、そうそうそう、え、嬉しくて泣きそう、ありがとうございます。これまた不思議なもんでね、私の知り合いで男性は男性でね超つわものの人がいて、その人を紹介してもらったけど、その人もまたなんかまさにセクシャリティの使命ありますねっていう感じの生涯を送ってましたねえ、なんかどんな人でもね、私服の状態まで持っていけらしい、パッて見たらもう分かるっていうぐらい人数やってる人なんですけど、でもうん、なんかそれを言ったらね、友達とかでも結構、え、そんな人ならお手合わせ願いたいって人結構いてそうなんやと、でね、びっくりする。まあそれ私がちょっと多くてすぎるのかあれだけどうん、まあそう、技術的にすごい人もいる。まあ私個人的にはね、女の人が本当にその相手のこと好きで、自分のハートが開いた状態で生きてると、技術関係ない、関係なくそういう世界に行ってしまうと思っております。女の人の感度がね違うんですよ、技術じゃないとこであるんで、うん、肉体を超えたとこにある世界があるので、そこまで行くと男と女が何て言うかな、限定じゃなくない、肉体世界とまた違うとこに行くかなっていう、うん、
そうなんですよ、自分のハートが開いてるのと自分の五感がどこまで開いてるかで感じ方が全然違うので、同じことでもそこですよね。そう、感じ方も違うし表現できるところもまた変わるじゃないですか。ハート閉じてたら表現できないじゃないですかね。やっぱり興味あるっていうか必要だよね。全然感じ方が変わるので、五感が開く上がるっていうのは人生の全てが幸福度増すので、別に今ぐらいだけじゃなくって全部につながるから、これはスピリチュアルのサイキックともつながってますね。今度またその麻痺付きの歌をシェアする会をしようと思ってて、ちょっと告知がもうちょっとあれですけど、するので、もし興味ある人いたら、私はそれを神社で歌うようになって自分を表現することへのハードルがだいぶ下がりました。人がいるのに歌うからね。でそこの自分が出してる声の音がその場にどこまで響いてるかとか、初めは下手くそで歌ってたんですよ。私めっちゃ音痴で歌うの大嫌いで、もう無理だったんですけどね、高校生の時とかカラオケ曲も歌えないみたいな。ありがとうございます、嬉しい。それが神様にそれを届けるにはこの声の響きではダメだってなって、そっから我流で音がどうやったら響くかをやり始めて、まあ、あれちょっと声ちっちゃいか分かんないと思うんですけど、そのバーに響く声の出し方、あとそれを探求していくと自分の体自身がもうすごいバイブレーションでブワーって振動する声の出し方とか、脳が振動する声の出し方とかあるんですよ。それまでね、ある時まではお腹から出してたんだけど、私喉が弱いから喉で出してると声出ないんですよ。お腹から出すようになって、ある時子宮から出てきたとか出したらまたえらい違う声になったんですよ。子宮から出す声はなかなかやばい響きを持ってますね。だからあの歌をシェアして、みんなにいろんなとこでふとした時に歌ってもらえたら嬉しいなと思ってて、そうなんです。それで私一人じゃなくて何人かで歌うとまたすごいエネルギーになるんで、これは原住民族とかみんなそうなんですけど、原住民の教えをシェアしてくれてる人のワーク、一緒に淡路に来ていただいてした時にみんなでこう声を出してやってたら、曇ってたのがねどんどん雲晴れていくんですよ。もう実際変わるんで場が、お互いの体が声で振動しながら輪になって一緒に声出してやばくないですか。そう、なんか人間の持ってる機能を使うっていうことが幸せにつながってるって私は思ってて、歌う、歩く、喋るとか全部そうなんですけど、何かを得たから幸せじゃないんですよね。私たちが持ってる機能全部使えた時幸せを感じると思ってるから、なんか条件なくても歩けるし歌えるし喋れるし、それを多分やってる瞬間はすごい幸せを感じるから、それを一緒にみんなでできたすごいし、あの歌は全ての生命体が幸せになったことをお祝いする歌なんで、それを歌うことでそのバイブレーションがそこに発生するし、未来に届いて、パラレルはいっぱいあるけどそのパラレルのうちのその最高の未来を私たちのとこに具現するためにあの歌は歌ってるんですよね。今までは結構真剣な祈りの歌っていう感覚であれだったけど、今もう軽く歌ってもらえるっていう感じの意識にもう全体も私もなったから、今なら多分シェアできるんだと思うんですよ。ぜひ歌いましょう。その
またねかのんさんと一緒に告知をさせてもらうんですけど、うん、関東で一回それはやります、うん、日にちあもういいかな、あ一応夏至に考えてるんで6月21日興味ある人は開けといてもらえたら、うん、そう歌やまいね、うん、そう私口下手っていうかあれなんで一緒に歌ったり踊ったりするが仲良くなれるんですよね、うん、なんか嫌いな人でも一緒に踊ってるその場にいると好きになっちゃうし、この人のこと嫌いだったけど別に今この人のことどうか思わないなって思うっていうか、うん、参りましょうね。そうあの私の勝手なダンスもみんなで踊れたらいいなっていうか、それぞれの好きな動きで踊るっていう会があってもまたいいなと思ったりして、授業参加、ああそうなんだいかりさん残念やけど、またまあ動画配信多分すると思うんで、あのそれもまた見れるかな。そうです、嫌いな人とかもね同じ輪の中で踊って笑ってるの見たら嫌じゃなくなるまあその映画終わった後はまた嫌いになるかもしらんけど、その時はそんな嫌じゃないんですよ。あそうなんアムさん、あそうなん嬉しい、ありがとうございます。うん、そしたら歌も覚えれるしね、簡単な一部のフレーズだけでも覚えてしまえば神社とかであげて自分がそこの神社と調和できるし、歌うと多分その自分願えて上がっていくんですよ。うん、おすすめですね。私その歌を歌い始めて自分を表現することの抵抗がだいぶ外れたんで、うん、みんなで歌えたら、うん、みんなで声合わせるのがすごい素敵なんですよ。上手下手関係ないんですよ。同じ自分らのそれぞれの振動が一つになるっていうのがすごい。かぐや姫月の音もたまに一人で、あそんなんあるんだ素敵。あーまあまさにキーワードですね、うん、気持ちよかった。ああすごいね、ゆかりさんそんなんしてたんだ、素晴らしいあれね、なんだろう、みんな魂の記憶があると思うんですよ、あの歌の旋律も、あの自分から出てくる踊りもね。そしたら今世だけじゃない無数の自分につながる一つの魔法だろうと思うんでね。はい、サンドイッチありがとうございます。そうで、ちょっとした不調だったら治りますからね。そうですそうです、共鳴共振ですね。うん、一番健康的に自分を調整できるというか、病院とか行かなくてもマッサージしてもらわなくても、うん、そう魂の記憶ですね。あーなんか私めっちゃ落ちてたけど、皆さんとこの話ができてもめっちゃなんか癒されましたありがとうございます。ワイモーターもありがとうございます。アムさんねめっちゃ美人よね可愛いと思って、うん、ヒーリングですね。やっぱりカノンさんのご紹介とかからつながってるか、皆さんええ人ばっかりなよな。あゆかりちゃんありがとう、こっちこそです。泣けるね、うん、そうカノンさんリアル女神やからな、うん、ええ人ばっかりなよな。私は結構ねつながる人はマニアックな人ばっかり宇宙人あ、グレイス・グレイさんこんにちは。
ありがとうございます。あおむちゃんありがとう、ありがとうね。ひろこさんも、かのんさんは天界ですね、天の人、私は地球ですね、多分。闇も得意なんで闇系うん、ありがとうございます。うん、なんかね、そうだよね、出会えたのが奇跡だなと思いますね。